ドラワレの館。この物語の3人で知らん人やけど誰？お前かい！お前かい！わあ、びっくりした。いや、喋って本読んだりするけど、やっぱり猫かよお前。やっぱ猫やないかお前。ごめんごめん、驚かせちゃったね。あなたは？おいらの名前はネロニだよ。忘れたのかい？忘れたくても忘れられないような見た目してるからな、こいつは。そうだったね。ごめんなさい。別にいいけど。そこで何をしていたの？狭い隙間を見るとつい入っちゃうんだ。やっぱ猫や。猫の習性でないか、狭いところ大好きとか、お前やっぱ猫の習性といえばいいかな。やっぱそうだろうか。そうなんだ。やっぱ自分が猫っていう自覚はちゃんとあるんじゃ。じゃあおいらも行くよ。行っちゃった。ネローニ、確かリーサのペットだったよね。いくら猫だからといってこんなに狭い隙間に入れるなんて。待てよ。そういや、なんか、あ、おい、そういや犯人すごい狭い隙間から出ていたよな。ネローニも一応殺しに来る側のやつなんじゃ。え、そういえば私が襲われた時トイレの鍵を閉めていたのに住人は入ってきた。そうあのトイレのドア下の方に狭い隙間があった気がする。え、そうか、金色の刃物にばかりに気を取られていたけど、あの隙間を通れるぐらい小柄という証拠もあるんだ。そうだよな、俺は気づいてまして、俺気づいてましたもんね。俺は洞察力高いですね。やっぱ俺は洞察力高い人間ですね。気づいてましたもんね。あのトイレの隙間から入れそうなのはもちろんネローニ、それもしかしたらモルホチルもいけるかもしれない。でもネローニは住人じゃなくてリンスのペットだよね。いや、それはさ、ペットも家族でしょ。ペットも家族でしょ、一応家族の一員でしょ。だから住人じゃなくて住猫ではあるが、ある意味住人みたいなもんだろうって考えれば。そんなネローニが私を襲ってくることなんてあるのかな。でもリーサがネローニを使って私を襲わせた可能性もある。好きな殺し方、ペットに襲わせるっていうこともあるんか。ああ、そうか、そういうパターンもあるか。あと、おっぱい大きいな、やっぱ。とりあえず、チルとモルフはさっき話したし、次はネローニを調べてみようかな。あ、ネローニを調べることになるんだ。なるほど、そういう展開で。ところで、よく見たら、この立ち絵もさ、目とかがキョロキョロ動いとってさ、なかなか可愛いと思うんですよね。アホ毛がキュートな主人公です。名前なんて言うんだろうなとか思いながらやっていくわけですが、どうやったっけ。お母さんの部屋どこ、お母さんの部屋はどこだ。3階か。あ、おった、寝ろ。あー、猫も。あ、おったってネローニの部屋に行きたいわけじゃな、あ、じゃなくてさ、リーサの部屋だよな、行きたいのは。てか、ネローニの部屋あるんじゃ。ネローニ部屋あるんじゃ。ここが、ネローニの部屋。慎重に調べないと。そう思った時だった。ああ、出てきた。リーサ。へっ、へっ、うわっ、ああ、伸びすぎちまったー。お酒臭い。おい、気持ち悪い。すごい顔が歪んでいる。こんな顔は見たくなかった。私こんな顔は見たくなかった。リーサさんのこと結構好きだったのに、おっぱい大きいから。大丈夫ですか。大
丈夫じゃないですよ。初めてじゃ、初めてのパターンじゃ。酔ってる人って大丈夫みたいなこと言うけど、大丈夫じゃないって自分から言うのはよっぽど大丈夫じゃないんだなこれ。もうここで寝ちゃうだからね。どさ、ああこれインスタ映えするかな。写真撮ってインスタに上げたらインスタ映えするんかなこれ。主の嫁寝てるなう。あんま見たくなかった。どっちかって言ったら俺は寝ちゃった。いびきの音っていうかお腹が鳴るような音ですな。リーサは扉の前で眠り込んでしまった。襲えるんじゃないの。起きてください。簡単には起きそうにないな。ポケモンの笛持ってくる。でもネローニの部屋に入るにはここしかないし、どうしよう。どかせ、またいでいけばいいんじゃないの別に。なんかね、横たわってるから通れませんみたいな感じになってるけど、別にいいやん。お、起きてください。綺麗にもたれかかっとんなドアに。お前もう邪魔しようかって思ってね、横たわっとるような感じになってるやん。お前もうちょい横たわり方考えてほしかったな。寝るんだったらいいから酒を持ってきてくれよ。まだ飲むんかお前は。酒まだ飲むんですか。いいよ、酔いに効く酒があるんだ。そんなお酒があるの知らん。あれを飲めば一発酔いが覚めるんだよ。それ酒なのか。危ない、ちょっと良くない薬じゃないのそれ。それは赤色をしたや酒なんだ。頼むなら探してきてくれよ。わかりました。その赤色のお酒はどこにあるんですか。確か1階の。すごい中途半端なところへ寝上がった。眠りつきやがった。ちょっと1階のどこにあるんですか。やめてそのグーって音やめて。ちょっと耳につくわお前。夢に出てくるような音やこれ。寝ちゃった。あでもさ、寝てるってことはですよ皆さん、この人のお部屋潜入できるんじゃありませんか。できた、やったぜ。なんでこんな甲冑置いてんの。頭が取れとる。そうか、空洞は何か隠せそう。なんなら自分入れそう。入ったらどうしてたら入ったらどうなるって話やけどな。何今のドーンって音。ゴーンっていうなんかお寺のお寺BGM か。なんでちょっとお寺の鐘みたいな音が流れてたんだ。お茶屋好き。おお、なんか、おーおおか、これも不気味。マネキンなんじゃ、これ。なんか、すごく不気味なマネキンだ。今に動き出しそう。まあ、そんなはずないか。やめて、動き出しそうな感じがするから、やめて。もう動き出して攻撃してきそうなやつが、ここに4体もあるからね。あれ、下の甲冑に、これに、これも動き、この、なんか、お腹開いとるやつも。私の体でも余裕で入れるくらいの大きな鎧だ。なんでこんなものが部屋にあるんだろう。それはね、追いかけられたらそこに隠れるためだよ。そんな気がする。ベッド、ゴージャスが。ほう。マネキン、不気味なマネキンやな、お前。腹話術とかで使いそうな感じのやつ。なんか、すごく不気味なマネキンだ。今にも動き出しそう。何？ま、そんなはずないか。やめて！そのフラグを立てるのやめて！安易にフラグを立てたら死ぬのは自分だよ！やめろ！お酒がここにもあるし。よし、じゃあ光ったところ。何これ？これはカルテだ。カルテ？一緒なん？ジョイなん？あの人。あ、そうかそうか、そうなるんかな。飲みすぎなんじゃない、アルコール依存症。リーサはいつもお酒を飲んでるからな。アルコール依存症でも不思議じゃないよね。納得。
だからこそ酔いを覚ますためのお酒を持ってると。そんな都合のいい酒あるの？果たして現実にちょっと調べてみようかな後で。じゃあ1階ね。1階のどこかって言ったけど、まず1階にどんな部屋があったかって言ったら、シャワー、シャワーあれのコックシャワー浴びてるやんいや、女の人がシャワー浴びとったらそっちに向かいたいところやけど、この人は別にいいや。おいのあれではないけんおいの好みではないけんやっぱお酒があるといえばここでしょ。あ、バリバリあるやん。それっぽいバリバリあるやん。ほら、赤い液体、それにほのかにお酒の匂いがする。リースが言っていた酔いに効く酒ってこれかも。でもこれって何かお供えされてるみたいだけど。確かにお墓っぽいな。なんかバチ当たりで合いそうだけどとてもいいのかな。今の私に迷っている暇なんてない。早くこれをリーサに持っていかなくちゃ。酔いに効く赤い酒、キッチンに置かれていた赤いお酒、これが酔いに効くお酒なのだろうか。不気味なオブジェ。よっしゃ、うわーお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 ー。え、そういう感じのやつな。勝手に俺の酒を取ったな。何？許さない、殺す。誰？お前何やってんだ。え、ジン。いいから早く逃げろ、殺されるぞ。え、意味がわからないよ。説明は後だ、とにかく逃げろ。わかった。逃走経路。おい、その前にお前がさ、受け止めてくれるとかそういうんじゃないですか。それはさ、護衛の任務だったら、ここでいいんじゃ。あ、ここでいいんじゃ。どっか隠れる場所を探さなあかんとか、そういうのを考えてしまったわ。前回、逃げるときそうだったもん。はぁ、はあ。あ、まだ逃げなあかんのこれ。おい。ジン。安心しろ。あいつはもう諦めて追ってこない。諦めるの早っ。え、どういうこと？あいつはキッチンに取り付いた亡霊なんだ。亡霊？だからキッチンからあまり遠くに離れることはない。そういえば言ってなかったな、この館には住人以外にも危険な奴がうろうろしている。注意しねえとすぐ殺されちまうぞ。それさ、先に言ってくれませんか。それ重要な話じゃないですか。私のこと守りたいんだったら、そういうことを先に言っとかないといけませんよね。え、そんな、お前は一瞬も気を抜けない状況なんだ。もし何かに出くわしたらすぐに逃げろ。いいな。わかった。助けてくれてありがとう。別に助けたわけじゃねえよ、俺はただ助言しに来ただけだ。それよりそのお酒をリーサのところに持っていくんだろう。早く行け。ぶっきらぼうやけど結構イケメンだよな、この人。女性人気がつきそうです。よし、ここは移動しよう。この機能で、この機能便利やな。実況しよる見としても助かりますわ。よし、何、アイテム。入手したアイテムは自動で使用されます。ほう、人物や物を調べて探索を進めてください。聞きたくない音がどんどん流れてきてる、この美人な顔にその寝顔はちょっと嫌だったわ。あんま見たくなかったですよ、やっぱ。リーサはまだ寝てるみたいだ。ねえ、起きてください。頼まれてたお酒持ってきました。ひっ、これ。そして私は赤色のお酒を渡した。おお、これだよこれ。すると、リーサは一気に飲み始めた。ごくごく、一気の、一気かこれは。ブワー。あ、本当にこれで酔いが覚めるの？あ、覚めた感じになってる。てか顔赤くなくなった。すげえな、速攻性だ、速攻性だな。すっきりした。そりゃそうなるわ。こんなものがこの世にあるんじゃなって。どこにアルコール消えたんだろう。どこにある、体のどこからアルコールが出ていったんだろうね。本当に顔色が良くなった。ふふふ。ありがとな。
骨骨骨骨盤大骨折ギー。するとリーサはネローニの部屋に入っていった。はあ、とりあえずこれでネローニについて調べられそうだけど、慎重にならないと。もしかしたらリーサがネローニを使って私を襲わせたのかもしれないし、とにかくいつでも逃げられるように準備していた方が良さそう。やめてちょっとそれプレッシャーを感じるよ。プレイヤーにプレッシャーをかけてるよそれは。よし、何にせよじゃ。はあ、また寝てるやん、また寝てるやんお前せめてさ自分の部屋で寝ろやお前せっかくさ酔いが覚めたのに、なんで寝ろりの部屋で寝とんのお前寝とるやないか結局のところお前ああなるほどね。リーさんに聞かれたらちょっと余計な情報を二人に教えてしまうような感じになるんじゃ。あの赤色の先の効果も数歩ぐらいで終わってしまうとんやなこれよっしゃ、ネローニ。聞くんだって何を聞くんだろう。勢いでここまで来たのはいいけど、なんて聞けばいいんだろう。そうやな。直球に聞いたらさ、怪しまれるもんな。リーサに私を殺せと命令されたとか聞いちゃったらまずいよね。何か用かい？どんな声で読みよったっけ。特徴的やけんな。何か用かい、のび太くん。こんな声でいいかな。あ、効果音ならん。酔いが冷めとるときは効果音ならないシステムなのかな、これ。リーサはまだ寝てる。ここは一か八か。あなたはリーサのペットなのよね。ああ、そうだけど。じゃあ、リーサの言うことは何でも聞くの？ああ。言うことを聞かないと怒られるからね。そうなんだ。じゃあ最近は何かお願いされた？最近？いや、最近はないね。そう、これちょっと進めながらこのキャラクターの声をさ確立していきたいんでね。多分パート1と読み方多分セリフの読み方違うと思うんですけど、まあちょっとコロコロ変わると思うんでよろしくお願いします。好きに入ったやつで固定していきます。リーサがネローニに命令して私を襲われたとか思ったけど、見当違いだったのかも。いやでもさ、ネローニ自体もさ一人という扱いになるかもしれんけんさ、今回のくじはネローニが一番だったかもしれんし、そう思ったよな俺は。なあ、起きてた。私のネローニ何か用か。リーサさんに関してはね、寄ってる時と寄ってない時でちょっと声変えたいと思います。寄ってない時って結構なんかおとなしそうっていうか、言うほど声荒げなさそうやもん。やばい、起きてたの。その喋る猫が珍しくて少しお話ししてみたいなって思ったというか。確かに猫好きだったら一回猫とおしゃべりしてみたいっていう願望は誰も嫌なことでしょう。私もそうです。そうか。はい。いや、その顔さ、実は聞いてたんだよみたいな感じの顔や。怖っ。そうかそうか、寄ってるやん。その感じ寄ってるじゃんお前。どっちかって言ったらお前、そうかそうか、ネロニは可愛いだろう。こいつは私の言うことを何でも聞くいい子なんだよ。おい、静かにしてくれないか。こんな声だったっけ。さっきまで読み終わった声すらもちょっと覚えてないけど。おい、静かにしてくれないか。勉強の邪魔なんだ。そんなこと言わないでくれよネロニ。あ、これ赤色の酒聞いてないですね。すいません。じゃあ、あんまり邪魔すると悪いんで。ガチョ！どうした？あ、出ていっただけか。まだ新しい誰かが来たんかなと思ってないか、お前。そう言って、私は部屋を出た。空気読める、いい子だす。
リーサがメローニに命令して襲わせたと思ってたけど、そうじゃないのか。どうだった？どこからともなくジンが現れた。お前いつもどこで見張ってんだ。金色のナイフはまだ見つかってないんだけど、昨日私を襲った住人はトイレの隙間から入ってきたの。隙間だと？うん、だからその隙間を通れるくらい小さい人だと思って。チル、モルフォ、あとリーサのペットのネローニの誰かかなと思ったんだけど。これさ、館の主人もさ小柄だったんよな、よう考えたら。やけん館の主人も通れることには通れると思うよな。たださ、なんか館の主人ってさ、やっぱ主人やけんさ、ラスボス感があってさ、いきなり一番目に来るかってメタ的な感じで思ったらそうなのよな、俺は。そう思うよな。結局まだ誰かは分かっていないの。そうか。でもこれから一体どうすれば。面倒だが一つずつ調べていくか。そんな面倒くさくしちゃダメだよ。え、またか。チャラ男来たな、チャラ男。なんだその指の立て方は。流行ってんのかそれ、インスタとかで。そのあたりで流行ってんのかお前。じゃーん、呼ばれて出てきて春だよ。はい、またハクション大魔王のパクリお前。じゃ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 んじゃないやな、お前。じゃ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 んじゃないぞお前。おい、なんでお前が出てくるんだよ。だって二人があまりにもどんくさいことやってるからさ、僕が助けてあげなくちゃって思ったんだ。助けてくれるの？もちろん、僕は女の子には優しいんだ。ジンとは真逆でしょ。いや、ジン君やってさ、ただぶっきらぼうで愛想悪いだけで助けてくれるというところは優しいと思うよ、俺は。おい、いい加減にしろよ、ハル。僕にかかれば、君を狙う住人なんてすぐにわかるからね。これさ、ジン君とハル君どっちの方が人気あるかな、女の子として。ちょっとその辺統計取ってみるのも面白いんじゃないかなと思いますが。今から調べてくるから、君は部屋でゆっくりしててよ。ハル、やべ、ジンが怒った、逃げなくちゃ。足早い今のタタタタタの音のテンポ、足早かったな。待て、もう許さん。あ、ジン君も早いわ。そして二人は走って行ってしまった。何なのあの二人、まるでコントみたい。ああ、走っていくところが始まるんじゃ。ちょっと待ってよ。待って。おい、どうした、書斎に入ったんか。あの部屋に入っていたのかな。早く二人を追いかけよう。ジン、ハル、あれ、どこにもいない。誰？ムール。ああ、主人か。え、扉が閉まる音、もしかしてジンたちかな。いや、でも主人のところに入り込んでいくか。嫌われとるって言ったしな、館の住人。主人だったら特に。この本は切れる嫁との付き合い方。そうやな、キレッキレだったもんな、ある意味な。苦労してるんですね。苦労してるんだな。これってムールの本だよね。いろいろ苦労があるんだろうな。そうだな、酒ばっか飲んで。お酒の金額結構かかっとるだろうな、金持ちとはいえ。この本って。いい夫さんじゃないですか。妻の悪いところを直そうとして必死になって思い寄せる。いい人じゃないですか。もしかしてムールはリーサにお酒やめてほしいのかな。いい夫さんじゃないですか。てか離婚したいんか。てか理解、嫌なんじゃあの嫁。いざ付き合ってみて、結婚してみたらめっちゃ酒飲んですごい暴れ回るやんみたいな感じで、失敗したって感じしとんじゃん。
離婚？どうしてこんな方が見なかったこれ一緒やめてプライベート丸出しの詳細になってるあんま見なくなかったこれはあ、鍵かかってる。あれ開かない。人たちはここにはいないのかな。それにしたって主人ムールもおらんのじゃ。ほう。え、おい突然出てきよった。えもうそれっぽい声出すなお前。声で女性だったらあれってなるよお前。どっから声出したってあれってなるからね。待ってたに。やばい。は、早く逃げないと。殺される。いやー、あれ、思ったより足遅いやなこれ。遅いやなこれ。そんな勢いよく走ってこんタイプやなこれ。余裕で。何してんすか。さてどこか隠れるところがあったかなって。よう考えたら隠れるところ一つ一つでちょっと目星。あ、来たー。とうとう来たー。とうとう抜け出してきた。とうとうループから抜け出してきた。この間に部屋に入り込むって。おないの。隠れる場所ないの。なんとなく突っ込んでみたら、このまま相手も殺される。早く別のところを探さなきゃ。うおー。あ、隠れる場所の目星とかつけてくれるんだゲーム側が。うわー。何、2階から煙出てる。なんか2階から煙出てる。そしてなんか壁越しであいつは何か変な動きをしている。よし入ろう。あれ、うん、な何これ。階段に変なもやがかかっている。今はここを降りるのはやめよう。あ、そうじゃそうじゃ、確か入れる感じの鎧があったはず。入れるような鎧があったはず。ここはちょっと顔が出るけんダメ。この鎧はダメ。ミッション、隠れる場所。そうそうそう。あった。ここ。これ空洞に当てますからね。入れるかな、俺も。でもこれ入れたらちょっとすごいよな。よし、入れ。とにかく入れ。もう入れ。あ、でかい。あ、こんなでかかったんじゃ。じゃあ、いけるわ。私は急いで、その鎧の中に隠れた。お、この視点見えるんじゃ。はあ。私は鎧の中に息を殺して隠れた。その化け物みたいな声出すの必要ですかね。いや雰囲気出るけどさ、これで女性だったらどっから声出してたんって感じになるからね。足音が徐々に近づいてくる。コツ。もしかして気づいてる？ここで見つかったらもう逃げ場なんてない。あれ？何この髪の毛が長いみたいなもやのかかり方は。お前近い。すぐ前にいる。ん？あれ？するとピンクに光る何かが見えた。あれって、おままごとの時チルがつけてた指輪。あの色は絶対そうだ。行さんのところ見とるな。ということは、今日私を狙ってきているのはチル。うおっ。だとしたらあの声はどこから出てたの。どうやってその声出してるの。どうやらチルはこちらの存在に気づいていないようだ。何なの。深夜2時あたりから4時あたりにかけていきなり豹変する系の女の子だったの。どうやら出て行ったみたい。あ、危なかった。とにかくここにいるのは危険だ。ここは早く離れないと。そして私はなるべく音を立てないように急いで自分の部屋に戻った。やばい、こっからがちょっと怖いな。 BGM が消えたあたりがちょっと不気味。あ、よかった。こいつがこの顔出てきたら逆に安心感あるわお前。もうハル君が出てきたってことは生存フラグって考えていいでしょう。もうこのゲーム